えー、こんにちは、そっか塾の久保です。人は一人では生きていけない。まあそんなテーマでね、花井涼さんにお話しいただきました。まあ今回、二項対立の軸として、二つの側面をお話してるんですけども、一つはね、会社員というそのくくりの中でやっていくこと。で、もう一つは、まあ会社に属さず、まあ私とかね、花井涼真さんみたいに、まあ自分一人でやっていく、稼いでいく、生きていくって考え方ですよね。で 会社にいたら自由にならないから独立しました。じゃあ独立したら自由になるかって言ったら実はねそうではないんですよ。独立したらもっと不自由なんですよ。何もかも自由、自分でやらなきゃなりませんから自由が効かないと言ってもいいですよね。で、資金がショートすればそれこそ誰かにお金を借りたりとかね、えー、そんなことにもなってきますし、じゃあ会社に勤めてた時のように会社資源を自由に使えたかっていうと使えてないとは思うんですよ。 あの会社員でいる以上は会社の備品ってのはいつでも使うことができる基本的にはねで上司も部下も使うことができるまあそんな利点があるわけですよでも一人になっちゃうと人にお金を払わないと誰も動いてくれないし部下や上司はいないですから本当に全部自分でやることになりますし備品もボールペン1本セロテープ1個に至るまで全部自分で買わないといけないんですよそう考えたらサラリーマンの給料って安いよねって本当に安いのかなってことなんですよ必要なものは全部揃えられてるわけでしょ で会社の歴史もあるし看板もああるるし看板わけですよ一定の信用がそこにあって自分以外の資源も使うことができるっていうことを考えるとお金に換算されてない有効な資源お金に換算されてない給料のようなものっていうのは多分ね一人でやってるよりも圧倒的に大きいですよねで今回ね申し上げたいのは、まあ、一つなんですよあの自由を求めてる人にちょっとね物申したいかなと思いますあの自由な人っていうのはどの環境にいても 何をやっても自由ですよそこをね履き違えない方がいいのかなと今こんな環境にいるから自分は不自由なんだと感じているのは完全に間違えたってことなんですよねなぜならこの社会っていうのは大きいわけなんですよそれを小さくしてミニチュアサイズにしたのが会社なんですよねつまり会社っていうのは社会の一部であるわけなんですよその小さな会社の枠組みの中で自由にできないってことは もっと大きな世界でではももっっとと不自由ですよもっと義務や責任が付きまとってきますからね、うん、そう考えたら会社ごときでね自分を自由にコントロールできない自分の給料すら上げれない自分の上司や部下とうまくいかない人がどうやってね一人になってやっていくんだって話ですよすぐに頭打ちになりますそれともね長い間会社に勤めていて会社のノウハウを吸収するためにそこにいるっていうならいいんですけども 自分が希望して入った会社がね、自分に対して不自由だと感じるのは、それはね、事前調査不足ですよね。情報不足。でそんな人がね、自分で一人でやってきて、ビジネスで成功できるのかってことなんですよ。小さな成功ごときはすると思いますけどもね。うん、とてもじゃないけども、人生を渡り歩くようなことにはならないし、うん、まあ誰かの目に留まるってこともないでしょうね。うん、だからひどい言い方すれば小物には目が止まるんですよ。小物にはね、アイデン,ンもらえるんですよ。 だから大山の大将みたいになっっちゃてて転落してしまうんですよねでもそこにはあの道はないんですよね。まあ土なんですよそこは。だからその辺は結構きついと思いますよ。不動の地位を占めるっていうのがもしね求めるところならどうやったら不動の地位を占めるかこれはねなかなか分からないところだと思いますけども少なくともあの火を追うごとによってですね自分の力の ありようが、まざまざと自分に感じれるぐらいじゃないと、単なる、謙遜や嫌み,嫌みで終わってしまいますよね。いや、自分はそんな立場にありませんとか、自分はまだまだですとかいうのはね、一見聞こえがいいんですけども、それね、結構本心なんだと思いますよね。あのー、圧倒的な力を自分で感じれないと、やっぱ一人では生きていけないかなと思います。俺確かにみんなと違うなと。 さすがにこの力他の人にはないなと思わないと、それをね、傘にかかるわけではないですけども、安心して自信を持って商品やサービスを提供することはできませんよ。あの、私に任せないと損ですよと。その件について私のところに行かないと、私の商品買わないと、本当はずれ引きますよぐらいのね、ものじゃないとね。うん、まあ、それなりに認めてもらうことも大事ですけども、まあ、小さくまとまった自分は、うん、 まあ小さくまとまり終えるでしょうね、きっとね。日々、進化と成長が自分でも感じれるぐらいじゃないと、他者はもうとてもじゃないけど感じてくれませんからね。いやー、ちなみに、私の予想通り <laughs>、ね、昨日ビットコインの価格ボカンと落ちたでしょう。だから高値掴みっていうふうにね、昨日はちょっとわざわざ、うん、どうしてもね、あの、過熱してるなと思ったんで申し上げましたけどね。 これからどんどん値段が上がっていくよっていうふうなことを言い出した人が、もしね、増えたってことは、もうそれは決済時ってことなんで、市場と逆張りと言いますかね。まあ少なくとも暗号通貨で稼ぎ続けてる私としては、自分の判断は一番正しいなと思うんですけども。うん。FX もそうですね。FX も同じようにレンジライン引いてからそこをブレイクして大きく上に伸びたでしょ、今。 価格が円円のととかに入りましたけども昨日は円台だったと思うんでですよで私は109円の915ここにあのいつも抵抗体を書いてたんですけどもここを超えたら倍の方に大きくブレイクするよってことを昨日も申し上げましたけどもねまさにその通りになってるのはもう完全にテンプレートですねもう投資も投資もテンプレート大,大勢の人が同じ行動するんで、うん、そのパターンがテクニカルできれば。 あとはは本当は当てはめるだけですよねその瞬間に自分がたまたまチャートを開いてエントリーできる状態にいたらやるみたいな感覚ですよ私はね多分ここで寝動きするだろうと思ってこれじーっと待っていくってことしませんので <laughs> うんだから投資で成果を上げられてない人はあのここだと思うポイントまでずっと待った方がいいですけどねうんまあ、ちょっと別の話になりましたけどもなんとなく今チャートがね目の前に見えたんで <laughs> ちょっとお話ししました <laughs>、うん、投資もねうん なんか分からないなりにやることも大事なんですけども。でも、分からないのにやるのも、あー、ちょっとね、どうすかね。なんか、どっちでもいいかな。でもね自分,自分がうまくいってるんで、いいかな。<laughs> 投資ね投。投資の話でも今度しましょうかね。したらね。うん。投資。投資の話でもしてください。いってらっしゃい。